皆さんこんにちは。こんにちは。私西岡明彦は担当します。はい、解説をお願いするのは福西崇史さんです。よろしくお願いします。いい試合になりそうですね。楽しみです。ということで万有戦やってきました。ホームでお迎えしております。さあそうか、14位か万有。結構苦しんでるの万有がこの位置だもんね。はあ。さあということでね、前回ポルト戦でね、マルイタソがね負傷しちゃったけどね、まあ、5日間だからねすぐ戻ってくるよ。うん、まあ、だから今トップにはあの10番のアユンダ選手を起用しております。で今回の相手が万有なんでね、特に気をつけたい選手は、まあ、ルカクもそうなんですけど、トップのね、フィジカルわけね。やっぱり中盤のフェライニと、あとマティッチとかかね、あとウィルドックとかいますし、サイドか、それ、まあ、あとは守備の要のね、うん、守護神のデヘアがいるからね、そこをねどう打ち崩すかね。まあ、でもやっぱ一つの手としてはやっぱプレミアのリーグのチームなんで、そうだね、あ、後ろにポグバいんじゃん。攻撃的な451ですね。まあまあまあ、だからあの後ろのねディフェンダーが薄いんですよね、プレミアって。だから結構攻撃に全振りの部分もあって、まあ、あとは全部キーパーにお任せっていう部分が多いんで、だからそこをうまくついていくカウンターでやっていきたいと思いますね。はい、まあだから今回はカウンターは走れないんで、まあ細かいパスつなぎで、まあ頑張っていきたいと思う。おお、日本だって、日本人、荒木田なんて書いた、安人だね。まあなんか審議官置くね。マンチェスターユナイテッドのキックオフで試合が始まります。まあ今使ってるチームアイルランドなんだけどね、全然関係ないけど。うわーうわー、いやちょっと待って、早いな。いやちょっと怖いなフィジカルお化け。あ、待って、そんなに俺前に出してないよ。トラップしっかりして。待って、打たないよね。シュートを狙う。やめて、危ねえ、ナイスキー。キーパーが見事に止めた。早速本性表してきたよ、攻撃全振りの果敢に打ってくる。待って、ポール、あー怖いよー。マークがいいね。いいね。うわっ、しまったという様子を見せてますね。お前右利きだ。今の場面ですとそう思ってしまいますよね。ああ、相手に当たってればよかったね。はい、サイドを崩してチャンスを作った。どっちなんだ、一人じゃ対応できない、お願いだ。打ってきた、ありがとう。このシュートは大きく外れました。ようやく試合が途切れた。フェライニー、これはカウンターのチャンスです。俺が当たります。出ないんか。あー、キャッチ、ここは怖いなー。さあカウンターだ。そこへ出すか。ネマニア・マティッチ、さあスタジアムのテンションが上がります。オッケーオッケー、いける。あー、やばいな、中いたな。ここでシュート、あぶねー、それ入ったな。もう終わりだわ、この世の終わりだわ。なあ、もう遅いんだよパス出すのが。だからそういう変なパスになっちゃうんだよ。キャッチ、オッケー。いいよ、まあ、落ち着こう。時間は有限だけど、引っ張られてこいよ。フェライニ来い。パスが弱いよ。ルカクがここまでは苦しんでいます。このやだよ。
チームを引っ張らなければいけません。 OK ナイスパンチン、よーシュートはブロック、 OK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 、 なんとかスコアレスでね、まだスコアレスです。体力がな、やっぱ両サイドが死んでるよな。中盤か、中央突破か、いつだっけな、中央突破でいったの。でもうまくディフェンダー剥がせるのってサイドなんだよな。サイドは本当受け手でいっか、パズナ。でもやっぱサイドの方がやりやすいんだよな。パスを2人で交換します。サイド酷使しなきゃいけないんだよな。危険な位置です。緊張感が増してきます。おー、やっちゃった、スライディングしてるところにパスしちゃった。ルーズボールだ。絶好のシュートチャンス。あここはこの交代で流れを引き寄せたい。左サイドかやっぱり。うん、やめてやめて、危ない。ボールを抑え込みます。ちょっと違う方にあったけど無理やりすぎたか。さあユナイテッドが徐々に押し込んできました。剥がされる。うわ、怖い、痛い痛い。相手にクリアされました。やばい、そんな中盤にやらないで。マルシャル剥がしてきたね。やめて、あぶれーあぶれー、オフサイドか。リードして試合を楽に進めたいですよね。いや怖いな、こういうミスは後で響くかもしれません。ポクパン、あー怖い怖い。ユナイテッドのチャンスになりそうです。やばい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 、どこ狙ってんの。惜しい。ルカク、いい形でゴール前まで。やめてー、ありがとう。もありえますが、どうでしょう。こうしましょう。選手の交代です。流れを変えた投入となるでしょうか。うん、ポグバ、うん、うわー、やめてー、はい、大好き、やめてー、スーパーセーブ、やめてー。今日はこのキーパーに勝てないかもしれませんね。未だ無失点です。そうだよ、ゴールの形が見えた。無失点は今のとこないよね、このリーグで。キャッチ、このクロスはキーパー、初めてやっとキーパーの仕事するか。 OK 迷子、ふん、あーダメだよそれ、なんでだよ。まだピンチは続く、痛い、やめて、ナイスキー。あーまだ続くか。ここでのコーナーキックは試合の流れを同等の粘りです。大事なコーナーキックになりました。 OK、いいボールでしたが、ここはクリア。オッケーオッケー、全員守りいってたね。何も指示してないけど。あ、いける、いけたのにな。ルカクへ。あ、相手も体力ない。ゴールに向かっています。いていていて、ファールだろ。キャッチ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 。もうカウンターだ。いない。もうこれがラストプレーかな。ちょっとやって、ちょっとやって、ホイッスルが3度なり試合終了の合図。引き分けで試合が終わります。引き分けか、引き分けという決着になりました。福西さん、いいゲームでしたね。はい、いいゲームだったよ。作っていましたし、どちらもギリギリで踏ん張っていました。見どころ満載のゲームでしたね。満載だったね。ロメル・ルカク、あーもう怖えよ、ほんと怖えよ。でもルカクに3本しか打たせてないっていうのはなかなか大きかったね。初めてのスカレースドローだよね、確か。いやー、なかなかいい試合ができたんじゃないでしょうか。初めてキーパーが無失点を抑えたし、成長したね。よかったよかった。お、ユーベが1に立ったね。なかなかバルサも厳しい、レアルも厳しい。ほうほうほう、その位置にいたか。次の対戦相手、ああうちゴールウェイは19位、変わらずだね。なかなか勝ち星がねつけないね。さあさあさあ、次の対戦相手、はいはい、このバレンシアね、見ればわかるけど6位ですよ今。6位のバレンシアですね。あー、やったね。あ、メッシに行けね。マジか。ムリエルも。
ほうほうほう、結構主力が結構抜けてんだねこのリーグ。おお、なるほどなるほどね、それで先制だっけか。ほうほうほう、ということで次回バレンシア戦アウェイでやっていきます。ちょっとね今回はいきなり格上のチームとやるよね。そう、最初はそうだね、ここまで来ると本当実力が見えてくるかな。バレンシアとかこれはもう勝てるかどうかちょっとよく分かんなくなってきたね。頑張ります。